怠け者でも痩せられるんです。皆さんこんにちは、怠け者の健康美容チャンネルの星川です。いつも高評価とコメントありがとうございます。さて今回お伝えするのは、体脂肪が激落ちする朝ルーティーン5選をお伝えしていきます。皆さんはダイエットの時に意識しているルーティーンはありますか？朝は忙しいから特に意識はしていないという方も多いかと思われますが、ダイエットを成功させるためには朝がめちゃくちゃ重要なんです。朝の行動がダイエットに与える影響はめちゃくちゃでかいです。なので怠けながら健康的に痩せたい方は最後まで見逃さないでください。ではこれから体脂肪が激落ちする朝ルーティーンをお伝えしていきます。まず1つ目、体重計に乗る。楽にダイエットを進めるためと体型を維持するため、体重計に乗ることをおすすめしています。理由としては、体重計に乗らない期間が長くなるとうっかり体重が増えてしまうことが多いんです。皆さんも経験あるかと思うんですが、最初は体重計に乗って体重をこまめにチェックしていたが、後から面倒くさくて測らないことが増えたことありませんか？もしあまり乗っていなかった方は今乗ってみてください。もしかしたら体重が大幅に増えてしまっているかもしれません。これもなぜかというと、その時の現状に目を向けていなかったんですね。つまり体重を見ないことで現実逃避をしていたんだと思います。鏡を見た時に明らかに太っているのが分かっているはずなのに、現実を見るのが怖すぎて体重が測れなかった。年末年始が終わって同じような状態になっている方も多いのではないでしょうか。ですが体重を測って現状を把握しておかないと、状況はますます悪化してしまいます。今の現状の状態を数値で把握しておくことは、ダイエットをするにあたってめちゃくちゃ重要です。スタートがどこからかわからないと、基準や変化、これらを見ることはできません。朝一というのは、食事による数値への影響が少ないので、比較的正しい数値が測定できるというメリットがあります。体重を測るだけなら誰でもできますよね。なので、まずは朝に体重を測定し、自分の状態を自分でチェックできるようにしておきましょう。体重などはあくまで目安の一つ。短期的に見るとダイエットの成果とは比例せずに増減することも多いです。なのであまり気にせずに1週間から2週間の平均値を参考程度に取り入れてみてくださいね。2つ目、朝に白湯を飲む。これは誰でも実践できる超簡単なルーティンですよね。ただ朝一はコーヒーを飲んでいる、または果汁ジュースを飲んでいるという方も多いのではないでしょうか。おすすめはシンプルな白湯。朝一の体っていうのはある種の飢餓状態なんです。朝一にカフェインたっぷりのコーヒーは胃に負担をかけますし、果汁 100% のジュースを飲むと血糖値の急上昇につながりかねません。また朝一のコーヒーは血糖値を下げるインスリンの効きを悪くするとも言われているんです。血糖値が上がりやすく太りやすくなってしまうということなんです。そこでおすすめなのはシンプルな白湯、コップ1杯程度の白湯を飲む、重要なポイントです。朝一に白湯を飲むことでお休み状態だった胃腸にスイッチが入り、消化力や排出力がアップするんです。朝一に白湯を飲み続けたら便通が良くなり便秘がなくなったという報告もいただいています。消化力や排出力がアップすると勝手にダイエットが進みやすい状態になっていきます。3つ目、朝日を浴びる。白湯で胃腸にスイッチを入れることができたら、次は体全体を活動モードに切り替えてあげましょう。そこでおすすめなのが朝日を浴びること。理由としては、日の光を浴びることで体内時計が整うからなんです。これにより自律神経も整いやすくなります。すると体の機能が正常に働きやすくなるんです。朝日を浴びるメリットはこれだけではありません。朝日を浴びると痩せホルモンが分泌されやすくなっていくんです。これはセロトニンというホルモン、別名幸せホルモンとも言われておりますが、その名の通り幸せを感じるホルモンなんです。食欲を安定させる効果まであります。また日の光を浴びることはビタミン D を体内で作る効果もあるんです。このビタミン D もメンタル疾患の予防に効果があるだけではなく、健康な骨の維持、免疫力アップに効果的なんです。
更年期以降は特に重要なポイントなので、朝日を浴びるだけでこんなに嬉しい効果があるならやらないなんて損ですよね。毎日意識して継続するようにしていきましょう。4つ目、タンパク質を摂る。皆さんの中で朝はバタバタして食べる時間がない、もしくは朝はあえて食べないようにしているという方もおられるかと思いますが、健康的に綺麗にリバウンドなく痩せたいなら、朝のタンパク質は必ず摂るようにしてください。なぜならタンパク質は筋肉の材料になるからです。そしてタンパク質は食べためができない栄養素なんです。朝ね、しっかりタンパク質を補充しておかないと、筋肉が落ちて代謝が落ちて体がどんどん老化していくんです。加えてタンパク質は先ほどご紹介したセロトニンというホルモンの材料になります。不足すると食べ過ぎやストレス食いにつながりやすいんです。タンパク質は食べるだけで体温を上げる効果が高い栄養素としても有名なんです。体温が下がっている朝にこそタンパク質を摂ることはめちゃくちゃ大事です。なので痩せにくい方の傾向としても、タンパク質をあまり摂っていないという方が痩せていないという方も多いです。ですがさっきも言いましたけど、朝は忙しくて食べてる余裕がないっていう方でも、この3つは摂っておくようにしていきましょう。1つ目、大豆製品。2つ目、乳製品。3つ目、卵。そこまで調理必要もないし、そのままで食べられることも多いので、忙しい朝にもぴったりですよね。この3つを組み合わせると1食の目安でもあるタンパク質量 20g 前後を取りやすいんです。冷凍してあげると、納豆1パック、チーズ、ゆで卵を取るといいでしょう。5つ目、ながら体操を行う。確かに食事も大事なんですが、この食事の効果をさらに引き上げるために、ながらでもいいので体を動かしてあげると、さらに代謝が上がり、筋肉もついて体の姿勢も綺麗になり、より若々しくなっていきます。なのでこれから一緒に怠け者体操を行って、体の脂肪を朝から燃やしていきましょう。それでは体操に移ります。それでは今から朝歯磨きをしながらでもできる簡単怠け体操を行っていきましょう。では皆さん、その場で立ってください。今から行うのは3分間の1種目20秒、3種目行っていきます。ではまず動きの説明をしますね。まずは1つ目、まずは肩幅に足を開いてもらって、つま先をまっすぐに向けましょう。このままかかとを上げて下ろす、上げて下ろす。横から見るとこのように上げて下ろす、上げて下ろす。この時しっかりとかかとを上げるように意識していきましょう。そして2つ目、次も同じように肩幅に足を開いてもらって、軽くスクワットをしていきます。横から見るとこのぐらいで結構です。太ももの前が硬くなっていれば OK です。ポイントは姿勢をまっすぐ、そしてお尻から落とす。そして3つ目、かかとをお尻につけるように足を曲げていきます。反対も同じように、後ろから見るとこのように曲げていきます。それでは皆さん、ご準備はよろしいですか？それではいきます。せーの、スタート。はい、ではこのままつま先立ちですね。つま先立ちになってかかとをね、上げていきます。1種目20秒で動いていきますよ。そしてもしね、この かかと上げして体がふらつく方は、必ずね、壁とかどこかね、持ちながら行ってもらったら結構です。はい、次は膝を上げますよ。軽くスクワットをしていきましょう。膝はそこまで曲げなくても結構です。ちょっとだけね、ちょっとだけ曲げて、太ももの前に力が入れば OK です。無理にね、曲げないでくださいね。はい、ゆっくりと行っていきましょう。はい、次は足をね、曲げて後ろに足を上げていきましょう。このように交互に上げていきましょう。これだとね、歯磨きとかね、しながらでもできますよね。体は曲げないように気をつけていきましょう。はい、ではこのまままたね、かかと上げですね、ゆっくりと上げて下ろす。でこの時にドスンとね、落とすんじゃなくて、ちょっとね、ゆっくりめに下ろしていきましょう。
あんまりドスンといっちゃうとね、かかと痛くなったりとか、あとはね、体がふらついてね、倒れてしまう可能性があるので、気をつけていきましょう。はい、次はまたね、こうやって膝曲げて、スクワットをしていきましょう。この時もね、膝から落ちるんじゃなくて、お尻からまっすぐ下ろす。お尻を少し突き出すように下ろす。そして、太もも前が硬くなっていれば OK です。ゆっくりでいいですからね、自分のペースで行っていきましょう。はい、ではまた後ろ足に足を上げていきます。皆さん、こうやってね、足をね、曲げることってありますか？意外とね、こうやって後ろ足に足を上げることって、普段あんまりないですよね。でもこうやってね、普段やらない動きをすることで、どんどん体の代謝が上がっていきます。はい、最後のセット、ワンセットです。はい、つま先上げ、かかと上げて、はい、動かしていきましょう。本当にね、体が丸まらないように気をつけて。ふらふらする方は必ず何かね、壁とか持っていただいた状態で行ってください。はい、またね、スクワットしていきましょう。お尻をちょっとだけ落とす。そして太ももの前が硬くなっていれば OK。ちょっとだけで結構です。ひらがなのね、フーぐらいのね、曲げ具合で結構です。はい、お尻から落としましょう。はい、最後。左足に足を曲げていきます。あともうちょっとで終わりです。頑張っていきましょう。その調子。あともうちょっとで終わりです。あと残り10秒、頑張って。できる方はね、歯磨きとかしながらね、やりながらでやってみてください。あともうちょっと終わり、頑張って。 OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。わざわざ時間を作らなくてもながらでできますよね。あまり気合が入りすぎてしまうと三日坊主で終わりかねません。体を美しくしていきましょう。皆さんにお知らせです。こちらの動画も一緒に行っていただければさらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。なのでぜひ一緒に行ってみてくださいね。 YouTube を見ている方からコメントをよくいただくんですが、もっと皆さんでこのチャンネルを盛り上げていきたいので、どんどんこの下にあるコメント欄にコメントを残していってください。そして皆さんで情報を共有してお互いに高め合っていきましょう。そうすれば皆さんのやる気もアップして一人で頑張っていることがなくなっていきます。なので皆さんでどんどんコメントを盛り上げていってください。皆さんのコメントをお待ちしています。運動はできてるけど食事制限をどうしたらいいかわからへんというそこのあなた、 YouTube のチャンネル面の横にあるメンバーになるを押していただいて、怠け者の健康美容チャンネルの公式 LINE アカウントに登録していただければ、お食事に関することはもちろん、その他ダイエットについてのご相談などお受けすることができますので、自分じゃわからないという方はぜひ登録してくださいね。体操も頑張ってやってるけどあんまり変化ないなという方は当院のホームページから LINE 公式アカウントに登録していただき、そこから当院に直接ご LINE ください。そうすれば直接お悩みを聞くことができて、お体の悩みを解決することができますので、ご連絡お待ちしています。外で運動するのがめんどくさい、ハードな運動ができない、少しだけ体を動かしたいという方は、このチャンネルの体操エクササイズを行っていただくと体が動かしやすくなり、血液やリンパの流れも良くなって、体の代謝も上がり、どんどん痩せやすい体になっていきます。ぜひ私と一緒に体操をしていただいて、より美しい体になっていきましょう。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。